にちは、佐藤ゆりあです。そして皆さんこんにちは、橋本えりかです。よろしくお願いします。まさかもう第3弾あの、ここになっちゃった。第3弾になりまして、アクテのディレクターのエリカとのコラボ動画になります。はい、はい、真夏によくみんなが着るワンピースは、結構ワンパターンになりがちなんだけど、どういう風に着たらこう印象が変わったりおしゃれに見えるか、そんなところをお伝えしていきたいと思います。思います。もう自分たちなりに可愛く見えるあのポイントをね、はい、しているんです、うん、じゃあまずエリカからどんどんご紹介してもらおうかな。はい、今私のワンピースこんな感じになってます。はい、ぐるぐるぐる、はい、こんな感じなんですけど、一見ねすごくシンプルなワンピースなんですけれども、うん、V が結構深かったり、なんてメリハリがすごくあるワンピースになってます。これをね選んでる時にユリアが言ってくれたんだけど、結構白いワンピースっていろいろね、うん、抵抗があると、まあ、ちょっと着づらいんだよね。そう、膨張して見えちゃったりとか、また透け感がね気になったりとかいろいろあるとは思うんですけれども、このワンピースはですね、もうそれを全部払拭するぐらいギュッと良さが詰まってるワンピースになってます。私着てるここにですね切り替えが入ってます。ここに入っていることによって腰の位置がすごく高く見えるので、ワンピースを着ているのにもかかわらずスタイルがよく見えるっていうところで、後ろ姿もこれすごく可愛くて、ここにギャザーがね入ってるんですよ。同じに切り替えが入っていて、ギャザーが入っていて、後ろ姿もすごく綺麗に見える、うん、で綺麗に見える、かつあのゴムがここにね入っているので、これコンシールとか特になくかぶりで着るんですけど、うん、リラックスして着れるの。いや本当超楽に着れるのに、ちゃんとこうデザイン性があるっていうか、メリハリがあるんだね。でプラスあの二の腕をねすごく綺麗に見えるように、ここはねがっつり開いてるんですけど、後ろもね割と開いてるんですが、ここはカバーするよっていう、この絶妙なラインを数ミリ単位で計算していて、これがこう一番細く見えるところ、多分二の腕が一番ね腕の中で太いと思うんですけど、ここから見えるところって割と皆さん細いと思うんですよ、うんうん、でこう細いところだけを見せてあげるっていうワンピースです。うん、かわいい。そしてやっぱ着てる方がすごい可愛いと思えるね。あ、まあ、シンプルだからね。そうね、そうね。どこがこうメリハリが出るようにっていうのをやっぱ着て作っているので、うん、そうで、あといいところはねインナーペチもついてます。あ、ついてるんだ。そう、すごい、めっちゃ可愛い。なんかここもさ前から見ると結構ストーンとしてるんだけど、ここがこうふわってちょっとマーメイドっぽくなってるのもさ、うんうんうん、大人可愛い感じ。そうなの、そうなの、なんかブリブリしすぎてない感じね、うんうん、ね、そうそうそう、これがもうちょっとボーンってなってたらなってたね、ちょっとねこうあの少女感が強くなる。そうだね、お花摘みに行こうかなってなっちゃうけどこれをこの白ワンピを着る時のさ、うん、アクセとかさ小物のポイントは、はい、今日はねもうまずポイントとしてこの麦わら帽をかぶってます、うん、そして可愛いですね。ありがとう。こちらロンハーマニなんですけど、あ、ロンハーマニ、もちろんじゃないんだ。そう、今年はあのカンカン帽がね、うん、トレンドっていうことを、見る見るお店で、ね、そう、でも私カンカン帽、ザカンカン帽、高さが結構低くてカクンカクンってなってる、うんうんうん、あの形が多くって、でそれが別に可愛くないとかじゃないんだけど、私はそれを被ると結構ポップになりがちというか、うん、こうおしゃれしてるよっていう感じに、うんうん、そうそうそう、なっちゃうから、うん、ちょっとナチュラルな方がおしゃれみたいな、いいかなっていうので、うん、いろいろ探してた時にちょうどロハマンにねプラッと行った時にこの形のねカンカン帽を見つけて、うんうん、そこそこ高さはあって、つばがもう広くってけどガックンじゃなくて少し丸みがあるの、うん、そう、それがすごく可愛くて、帽子ってね結構こう本当に難しいじゃない、いろいろポップになりすぎちゃったり、うんうん、こう頑張りすぎちゃったりってなっちゃうんだけれども、大人の女性でもかぶれるかなっていう帽子をまずポイントにしております、うん、はい、はい、で、すごくシンプルなので言ってもね、うん、メリハリがあるワンピースって言ってもイヤリングを、うん、あの色のあるもの、うん、で少し大ぶりのものをつけています、うんうん、っていうね感じかなって。あとはなんかこことここで結構小物をねがっつり見せてるから、まあ、あの指輪はねいつも結構ガッツリしちゃってるんですけど、うん、さ、あとは特にバングルとかもつけずに、足元はもう B3 潔く、うんうん、さらっとね、そうした方がねいいかなっていうので、抜け感、うん、それもメリハリでっていう感じで、うんうんうん、まあ、これで別にヒールを履いたところでもいいとは思うんだけれども、うんうん、どこか抜け感が欲しいっていうのは私もそうだし、なんかアクテ的にもそうだしみたいなところがあって、こういうスタイリングにしております、うんうん、はい、めちゃめちゃ可愛いです、ね、ありがとうございます、はい、もうこれあのちょっと白ワンピがちょっと抵抗ある人とか、うん、プリティーになりすぎるっていう大人の方にも着れる、うんうん、そう、ね、本当そう、はい、じゃあそのまま私これあ
実際受注会で付けさせてもらったので、この夏大活躍。いやもう本当に似合う。これ可愛い本当に。何がいいって、うん、カットソー素材なんですよ。カットソー素材、だから T シャツとかみたいな素材で、そうカジュアルなんだけど、こうすごいデザイン性もあって、カジュアルに遊びに行った時に汚れてもガシガシ洗濯できる。洗濯できちゃう。いやそれは本当にいいよね。いいよね。汗もかくしさ、そうなんかほら砂浜とかさ、うん、汚れちゃうからね。夏場はね、うんうん、でここもすごいこう計算されたシルエットカット、ここ空いてます。これね、ちょっと説明させていただくと、ちょっと前向いてもらっていいですか、はい、ここがね、こうなんでしょう、グッとなりすぎちゃうと腕がここの何見える範囲が狭くって二の腕が太く見えがちだったり、こうがっつりこういかつく見えちゃうんですよ。でもここをちゃんとここまでギリギリのラインで、で横向いてもらうと、ここもね結構がっつり開いてるんですよ。これを見せてあげることによってすごく華奢に見えるし、すっきり見えるよっていう感じ。アメスリっていうんだけど、この形がでトレンドなんだけれども、私もやっぱいろいろね試してみると、本当にここの1センチ2センチまあ2ミリの単位で本当に、ね、ガタイがいいっていうね。あの金太郎あるんですよ。そうここね、こことあとここの首の詰まり具合とで見え方が全然違うよね。見せてあげるところは肌をね見せてあげてっていう風にすると、すごく綺麗に可愛く着ていただけるよっていう感じ。いやもうすごく良いです。あの本当近所っていうか、ちょっと遊びに行くカジュアルな時もいいし、いざちょっとこう、まあ、デートだったりとか、特別な日にも、もちろんデザイン性があっておしゃれなので、いいし、ポケット付きなんですよ。それですよ。このカジュアルさにちゃんとポケットが付いてる。そうなの。いいこれも気づいてくれた天才作った人。まあ、いい意味の大人の抜け感のあるものだと思う、うん、そうなんです、ね、だからでもちょっとこうカジュアルっぽい生地だから、私は今日あのピアスはオーブルなピアス、かわいい。でもまあちょっと私こういうナチュラルトーンが好きだから、こういう軽い素材系かな、の同系色で持ってきてな感じで、かわいい。はい、でリップはね、こういう感じにするときはヌーディーよりはちょっと赤みの強いリップで、ちょっとここは締めて大人っぽく、メリハリ、さすがです。ありがとうございます。本当に、まあ、そんな感じの、私たちこんな感じの、まあ、ちょっとリラックス系のワンピース、はいはい、合わせるなら小物とかね、そうそうそう、選ぶポイントでした、うん、はい、はい、では、はい、次一緒じゃーん。はい、では2着目です。はい、今回はちょっとこうリゾートにもシティにも着れるようなこういうこうキャミワンピっぽいものをセレクトしてみました。見ました。どうでしょう、これまあ実際にこれは私あのまたまた受注会で頼んだ私物っていうか、これから届くものなんですが、じゃまずそのエリカのポイントをお願いします。はい、ニット素材のキャミワンピースになってます。キャミワンピースって私すごい好きで、いろんなね、そう素材のもの、まあベーシックで言うとサテンの生地のものだったり、そういうものもこれから出てきたりはするんだけれども、このねニット素材がね決めすぎてなくて、こう抜け感もありつつ、でも形が結構ねタイトな感じなので、そんなになんていうのカジュアルすぎない見え方になるよっていうワンピースになってます。でもちろんこれね1枚で着ても可愛いんだけど、ちょっとこう露出が多めだなとか、まあ、あとは気分なんだけどね、その時ので、っていう時にはこうやって1枚じゃなくてあのノースリーブと一緒にレイヤードして着てあげるのもすごくかわいい。で今日はあのノースリーブと着てるけど、普通に T シャツとか、まあ、T シャツで何でもいいです。ロゴが入っててもいいし、もう何でも合うんだね。そう、何でも合う。でもなんか最近重ね着スタイルおしゃれみたいな、合わせてるものはとてもシンプルなんだけど、そうなんかこうやってあの入れてあげることによって、なんか、まあ、カジュアルダウンになるかな、どっちかっていうと、だけどカジュアルになったな、じゃあ足元はヒールでいこうかなっていう感じで、今足元はヒールで合わせてます。で、あの今年はとか今年もかな、クリア PVC の、ね、本当欲しい、そう靴がやっぱり可愛いかなと思っていろいろ探してて、ザラでね、私もずっと探してんだけどこれ欲しいなと思ってます。ザラで見つけて、そう、トレンドのものってやっぱりあるんだよね。そうなんかお値段が張るものじゃないものが、ちょっとお手頃で、そうそうそう
そう、ギュッとしたい、そうっていうもん感じで、足元はヒールでっていう感じ、うん、同じようなこういうキャミワンピなんだけど、これ俺は後ろが結構がっつり、がっつり、いや本当にね、空いてるのよこれ、うん、ね、なんかこれも最初受注会でね、スタッフさんが着てる時、うんうん、これ胸元とか大丈夫ってすごい思ったんだけど、うんうん、後ろに落とせばいいの、そう、だからちょっとそのままこっち開くんだけど、うん、あのちょっとこう胸元大丈夫って思う人も大丈夫だなと私は着て思いました、うんうん、はい、そしてこの、なんだろう、大人ミントグリーンみたいな色がもうめっちゃかわいいよね。そう、なんかミントグリーン気分だよねみたいな話したよね、実際の時も。そう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 、まさにそうなの。なんだろう、落ち感もあのちょっと高級素材な感じの重さで、すごくこう本当にきれいめに。そうなの、これね、あのポイントとしてはやっぱね、生地を、ね、たっぷり使ってるのよ。そうそうそう、贅沢感もすごいあるよ。だからすごい広げると多分めちゃめちゃね、ビヨーン、本当だそうで、この生地はたっぷり使ってるから、うん、このね、落ち感といい可愛さ、うん、上品さが出る。そうそう、なんかこう、だから色の、なんだろう、これもちょっと抜け感うるさいんだけどちょっとこう頑張りすぎてないような色味の統一だったりとかするといいなって思ったのと、うん、まあ、これ1枚はね、ちょっと私もどっちかっていうとリゾートでは1枚、うんうん、で、やっぱこれ同じように今エリカが着てるようなこういうのを中に入れたり、うん、T シャツ入れるのもめちゃくちゃ可愛いと思うし、かわいい、かわいい、あの普段のね、シティでももちろん大活躍すると思います、はい、タンクトップとかでもいいとか、あ、全然いい、なんかこれ入れてもいいのかなみたいなものを入れてあげるのがおしゃれ。あ、そうなんだ、そうそうそう、じゃあ普段本当に1枚で着てるようなそういうのを入れると、かわいい、かわいい、そうで、なんかちょっとあのちょっとこう、なんていうんだろう、色合いがくすみで、うんうん、抜けるような色なので、うん、足元、私あんまりカラーもの持ってこないんだけど、うん、これシルバーの、うん、ちょっとこうピリッとピリッとっていうか、なんかちょっとなんかあのポイントになるぐらいの感じのそうだね、これがね、なんかベージュとかだとそれはそれでかわいいけど、どこかなって思ったりなくなっちゃうね、地味な感じになっちゃうからね。バッグの話でもしましょう、はい、私たちね、撮影するにあたって打ち合わせほんとしてないんですただ自分が本当に夏によく使うものとか、はい、合わせやすいもの持ってこようってなったら本当に同じようなテンション それがまあちょっとナチュラルか、そう、ちょっとエッジ効いてるかの差で、そう、やっぱワンピに合わせるこう、そうだね、やっぱ無難に可愛いのはちょっと持っちゃうのはカゴバッグだね、こういう感じで、ね、可愛い、でこれも本当にお互いのキャラが出てるなってすごい思ったね、こういうエッジのあるような、はい、おしゃれなカゴバッグ、うん、で私はちょっとこういう本当に抜け感のある、うん、ただただ本当シンプルな、うんうん、こういうカゴバッグをこういうのに合わせるのが、うん、かわいい、うん、かわいい、これもかわいい、かわいいでしょうね、もう本当にもういちいちかわいいですよ、もういちいちかわいい、で、こんな感じももちろん、うん、いいし、うん、いいし、そう、最近の気分はね、そう、このデカバッグ、デカバッグ、なんかこうサブバッグとかエコバッグって言われるような、こういうバッグをあの普段使いっぽくも持ってるよっていうのもかわいいし、そう、かわいい、なんかあくまで、あ、そのバッグ持っちゃうのって、さっきそのインナータンクも何でもいいよみたいな、それ入れちゃうのみたいなのもそうだけど、少し意外性があるものを今の年齢だからこそすごくしっくり、これがあくまで遊び心っていうテンション、あえて入れてるなっていう感じになるっていうね、っていうね感じ、わかるわかる、だから今前回の動画でも言ったけど、バッグは小さいか大きいかな気分、うん、なので本当にまあ海行くよとか、そういうレジャー行くよっていう時にももちろん活躍するし、うん、あの本当普段の内容量こんなもんだけど、うん、ちょっとポイントとして持ちたい時にもこういうのはいいかなと思います、うんうん、はいはい、はいはいはい、では、次は1枚ですごい存在感のある、はい、ワンピースをタイプを変えて、うんうん、どんな感じに着こなすとまとまりがいいか、はい、そのところをやっていきたいと思います、はい、自信作です。あ、そうなんだ、はい、めちゃめちゃねこだわって作りました、こちらも、なんかほんとさっきとあのね一緒だけど、うんうん、その可愛すぎない大人可愛いが詰まってる、ありがとう、それぞこれそれぞアクティです、いやほんとなんてさ、このスカートのラインとかさ、うんうん、なんて言うんだろう、 A ラインっていうか、うん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 、ちゃんとこう落ちてこうストーンと、うん、いい感じの
ラインだったりとかね、こことかもね、そうなんです、ここもね、ゴムが入っててね、なんていきなり急に説明してる、大変なこといっぱいありますからね。いや、すごい可愛い。そうなの、もうでも本当にあの1枚で主役級のワンピースになってます。この4色ある中で、ちょっと私はこうね、結構選びがちなブラウンを選びます、うん、めちゃめちゃ似合う。本当？そう、めちゃ可愛いんだけれども、すごい可愛い。なんかこのブラウンもこれね、染めてるんですよ。レースこれもともと白で、へえ、そうで、自分たちの好きな色に染めてて、へえ、そうそうなんだ。で、これは赤茶の感じがいいねって言って、あの染めた色なんだけど、うんうん、あの少しこうお花っぽい感じではあるの。レースがお花ではないんだと思うけど、お花だと思っていたけど、なんかお花っぽい感じなの。それがこう甘すぎない感じだと思う。うん、確かに本当そうかもね。そうなの、そうなの。あそこがいい感じにこう大人ブランドな感じで、うん、になってて、で、うん、さっきちょっと説明しようと思って、ここがね、うん、あの普通に着てもとっても可愛いんだけど、ここがゴムにか入ってるんですよね。うん、ここをクシュってすると、ここがねちょっとパフッとなるの。パフスリーブになって、それはそれですごく可愛い。え、すごく可愛い。うん、あ、そういう風にしてもいいんだ。そう、気分でね。ね、そう、シルエットで。へえ。着てもらって。でね、しかもこれ着るときに、これ一個一個ボタン上げたわけですよ。そうしたらエリカちゃんがこれ後ろがゴムになってるからそのまま被れるよって。そうなの。ここがね、ビュインビュインってゴムなんですよ。すごいよね。そう、だからやっぱ主役級になるワンピースって結構カッチリしてたりとか、そうそう、これでこういうね、そうそうそう、ついてたりとか、別にそれはそれでいいんだけど、やっぱどこかリラックスなところ、うん、一日中多分着たいだろうし、夏だしね、そう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 、ね、っていうので、やっぱ楽なところは楽にっていう感じ、うん、いや、すごい、本当に可愛いね。ありがとうございます、はい、こちらもね、切り替えが入っていたり、ボタンがドゥルルルルって、こう、いい感じにこう、くびれて見えるっていう計算された。それこそね、ボタン開ければ羽織としても着れますね。そうだね、そうだね、はい、ガウンっぽくね、はい、そう。で、エリカは？はい、私はこのブルーバージョン、やっぱね、ブラウンとあの対比してもらうとすごい分かるんだけど、ブラウンだけだとさ、やっぱ、なんだろう、大人っぽいとか、すごい大人っぽいね、あのシックにね、着れるんだけれども、うん、やっぱブルーはこれもくすみ系なので、全然本当に可愛く、あの、上品に着ていただけるんだけど、やはりこちらと比べると、あの、存在感がね、いや、すごい、より、うん、そうあるし、やっぱデザイン性もあるワンピースなので、まあ、あくまでもう本当にもうシンプルに無駄のない感じで、足元はもう B さん潔く、うんうん、で、抜け感をとにかく出したいなっていう感じにしております。だからアクセとかももう本当に華奢なもの。あ、そうだね、そこら辺はシンプルに、シンプル、そう、存在感がある分、私もそうだわ、アクセは本当に最小限というか、うん、ちょっとポイントになる華奢なものを入れるぐらいの方がバランスはいいんだね。そう、いい。で、今私ダウンスタイルでね、下ろしてるんだけど、うん、まあ、それはそれでラフでいいんだけど、なんかやっぱ抜かせたいっていうので、うん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 、髪の毛をアップにね、してあげる方のがより多分抜け感が出るんじゃないかなっていう、ね、まあ、スッキリも見えるし、うん、っていう感じで、うんうんうん、はい、になっております。いいと思いますね。ゆりやみたいにこうやってヒールと合わせて履いていただくのもめちゃめちゃ可愛い、うんうん、本当だね。なんかヒールがやらしくないっていうかさ、そうなのよ、いい感じにこう腰がただ高くなっただけな感じがすごくいいかも。そうなの、だからね、同じワンピースなんだけど色違いで結構印象が、うん、全然見え方が違うから、そうなんですよ、はいはい。で、ね、例えばこの合わせるバッグだったら、こんなにちょっと存在感があるワンピースなので、うんうんうん、バッグは何を合わせたらいいんでしょうか。てってれー、何の打ち合わせもしてません。同じブランドになっちゃうわ。同じブランドでした。やっぱちょっと、なんだろう、ここのブランドはちょっとこうお茶目感というか、そうね、可愛い、うん、ラドローですね、うん、はい、ラドローです、はい、はい、なんだけど、こうちょっとポイントもありつつ、うん、でもこういうラフィア、ラフィアもね、ラフィアの、ラフィアもさ、すごい柔らかいラフィアなんだよね。そうそうそう、だからカリッとしなくて、そう、そう、こういうちょっと甘めのスタイルに、あの、ちゃんと抜けるけどハマるっていう、うん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 、大好きなブランドですね。そうなの、なんかやっぱこれに革のね、バッグとか持っても別に可愛いんだけど、やっぱ
これがすごく目立つから決まってるっていうね。わかるわかる。夏ちょっと革の出番減るよね。そう減る減る、うん、ちょっと頑張ってる感が出ちゃうからね。だからね、こういうやっぱこっちはちっちゃいバッグよね。そうね、そうね、そうね、感じ、うん、こんな感じで、はい、ちょっと色合わせと、まあ、ちょっとこっちもグレーと、はい、ね、あのブルーとの感じで、そうそうそう、同じような系統で合わせるといい感じにこう、うん、存在感を引き立たせてくれるかなと思います、はい、まあ、で、ちなみに NG 集ポイントとしては NG 集ですね。 NG 集、うん、そう、これにね、さっきかぶってた帽子なんだけど、これかぶってもね、確かに可愛いの、うん、とっても可愛いんだけど、やっぱこう、お鼻摘み引くかやっぱそうなってしまうんですね。で、あとラフィアに、ラフィアのハットをかぶってる時にラフィアを持つのは結構 NG かも。ねえ、ちょっとこれすごい、そうだよね、うん、ちょっといつも、でもこれかぶりたくてっていう時は、うん、やっぱどっちかをそうお嫁になる、お嫁になった方がね、いい。あー、ちょっと、そうか、わかるわかる、でもすごいわかる別に、ね、変とかじゃないんだけど、ちょっとどっちかにした方がバランスはいいよ、いいかなって思うよ。うん、勉強になります。はい、はい、そんな感じで、はい、今回は私たちがワンピースを着る時のポイントをお伝えしました、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。